しくお願いします。ちょっと首が切れちゃってるような感じなんですが、もうこう首はどうでもいいのよね。ちょっと今日は足の動きが重要になります。バウンスというのを前動画これですね、これを上げてたんですけど、この時点でグルーヴを感じられない、つまり音楽に合わせて揺れてて気持ちよく感じなかったなという方のためにというのと、まあもう一個はちょっと、まあ、別の乗り方楽しみ方というのでちょっと今回の紹介します。最後にですね、ジャンプっていうのもこうやってたんですけど、まあ、こういうの応用編みたいな感じです。なんか名前があるらしいんですけど僕はよくわからないんですが、それをちょっとやっています。まずどんなものかというと、まあ曲に対してずっとこう揺れますです。で片足で揺れたり、揺れるというか片足でジャンプしたりするんですけど、これをまだこうジャンプしますね。おはるちゃんはるちゃんはるちゃん、ちょっと一旦ちょっとね、まず片足でこうジャンプしますね。でそれを1212121っていう風に、はるちゃんはるちゃん映ってないか今は、はるちゃんこう1212121っていう風にですね、2発ずつで切り替える練習をしていきます。で今度は足を振ります。こんな感じでまず跳ねますね。1212121212 1 2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 
のフラ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 するんですよね。バランスを取りづらくなので、こんな感じで歩いてるように手もつけます。1、2、1、2、1、2、1、2、これですね、すごいアホっぽく見えるかもしれないですけど、曲に合わせてやるとですね、なんとも気持ちいいです。こうバウンスよりも、大きく大げさに揺れることになるので、すごい揺れを体感しやすくなりますね、体が。で、特にベータエンドルフィンがドバーッと出てきて、気持ちよくなると、曲に合わせて揺れる踊るって気持ちいいなという感覚をつかむのに、いいかなと思います。ただですね、欠点はバウンスより疲れます。なのでこれで気持ちよさ感じたら、最終的にこれで、気持ちよさを感じるようになってもらえたらなと思います。ちょっと音楽に合わせてやってみましょう。なんで、はるちゃん東京城っていう曲です。これ揺れましたな、シーボンが揺れてます。スリーにこう、これ片足ずつ2発ずつ切り替えます。右から1、2、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 足振ります。実際ぜひですね、やってみてください。家でも誰にも見られないのでカーテン閉め切ってね、やってもらえると非常に、はい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 、よし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 、非常に気持ちいいのでですね、ぜひやってみてください。テンションが上がってくると思います。同時に息も上がってきますので、あと足首ですね、片足で飛んでるとき痛めないように注意してください。1個飛ぶときのポイントは、かかとを最後まで下げない、飛べなくなるので、かかと上げたままつま先でこうぴょんぴょん跳ねましょう。はい、これやってみてください。結構気持ちいいので、何度も同じこと言ってますけどおすすめです。はい、お疲れ様でした。